違えるのとかうざいこと言い出すんですよ。お互いにとっての教育です。勝ちに行く勝負ユーのこれからこれからシーズン2お願いします。はい、東京都34歳会社員の方からです。34歳多いんですね。34歳祭り。3歳の子供がいるのですが、最近は自己主張が強くなり、こちらが思っている通りに進まないことが多くなってきました。赤ちゃんの頃は友人が自分の子供に厳しく叱っているのを見て、そんなに怒らなくてもいいのに、こんな小さい子に何をそんなに怒ることがあるのと心の中で思っていました。ですがここへ来て私もついに子供が言うことを聞かないと今まで発したこともないような感情的で大きな声で子供を叱ってしまい自分でもびっくり、いわゆるイヤイヤ期だと思うのですが楽しく乗り切る方法を教えてください。イヤイヤ期は楽しくないだから自分らもやってきてるんで、はい、持ちつ持たれつということで我慢して我慢っていうか乗り切でも終わるんです。でもなんか意思が終わってみるとですよ、終わってみると意思を育てるだのそういう成長の過程。ちなみにイヤイヤ期、イヤイヤ期1年そうですね、だいたい長い子でも2歳ぐらいまでとか言いますよ ね、まだご兄弟いるいないで違うと思うんですけど、うちはイヤイヤ期もうなんかそんなになかったんですよ。で、まあ、いわゆる反抗期、はい、中に、13歳の時に息子にちょっと座りなさい、これから人間として成長するにあたって必要な反抗期というものが来ます。私にもありました。みんなにあります。だからいけないことでも何でもない、ただ口調が荒くなったり自分の意思に反して攻撃的になったり、どうやらする。私もそうだった。ただクソババアって言ったらクッよって言ったんです。そしたら反抗期はあんまりなかったですだからまあ、は片付けたよはい、だったのが、になったぐらいですかね。それはもう、ゆうさんの事前の準備ですね、でも。あとはもう、ひたすら明るく、何とかしてよ。無言。聞こえた？無言。まぁ、ちょっと距離ある。聞こえた？っていう、めんどくささを与えたんです。私、明るい。したら、聞こえた。もう我慢大会なんですよ。だから、勝ちに行く。育児は勝負です。諦めたら負けです。負けてたまるか。こちらの精神で立ち向かっていただきたい。向こうも向こうで初めて、生きてきて初めて3歳なんで。もう。すごいもう、なんていうのこういうの。わからないですよね、今。なので、あっちも手探りです。こっちが長く生きてる分、多少の我慢と忍耐を。これを乗り越えたお母さんは、またお母さんお母さんで、お強くなりますから。勝負あ、ごめんなさい、なんかすごい腹から出て。ごめんなさい。すごいなんか出せば出るんだってことですから。でも私も負けるわけにはいきません。勝ちに行くまあ明るさが大事ですね、やっぱり。まあお人柄いろいろあるので暗い明るいじゃないですけれども、やっぱり諦めないで。それもね、しつけなきゃいけないんですよね。なのでこっちも忍耐ですね。向こうもでもどっかで忍耐です。もう多分こういうものをおもちゃを投げたい気持ちにもなりますし、まあでも赤ちゃんだから投げちゃう、
これは難しいです。こっちも初めてなのにって、はい、勉強なので、まあ、勝負。勝負ってさっき言いました。勝負ではない。お互いにとっての教育です。自分もまた成長する、彼らも成長する。でどっかでねこうなるんですよ。そうなったらいいねと思って私も子育てしてきました。諦めない。だって終わるんだから。そうだね、あっという間に手離れちゃうからね。そうなんですよ、うん、それでなんかね、どこにいるの、何時に帰るのとかうざいこと言い出すんですよ。ほんとすいませんっていうことなので、明るくもうなんか投げたら投げたって言ってやってください。それで私はねこれを投げる、だって壊れないからとか言ってや上手に言ってやる。拾いますね。そういうことで、はい、楽しく乗り切ってほしいですね本当に。でママ友と言い合って、うん、うちもよもうならないっつって言って、うん、頑張りましょう。ヒュンダイの嫁とサムスンの嫁がパーティーであって、でも私のは売ってないの。人格が変わる自信しかないです。お分けしますよ電気。